愛媛県立新居浜工業高等学校は愛媛県新居浜市にある工業高等学校新新浜高専に落ちた人が行く学校略称は新校である新居浜高専の受験に失敗した人が多い新居浜市及びその隣接都市では唯一の工業高校となるよって生徒は新居浜市内を中心に 近隣の西条市や四国中央市からも通学する。卒業後の進路は過半数が就職し、その他の進路は4年生大学、専門学校への進学や工業高専4年児への編入学である。2007年で創立70周年を迎え、新入生の制服がブレザーへ変更になった。取得を目指す、資格検定、ものづくりを中心に、手仕上げから、 最新の機器まで学習します。各種工作機械やマシンニングセンターなどを最先端の機械を使った実習を通して基礎的なものづくりについての知識や技術、技能を身につけ機械のスペシャリストとなれるよう勉強します。専門教科では工業生産活動の基礎となる部分を中心に学習します。金属材料の切削、加工、溶接、 材料試験、エンジンの分解、組み立てなど、実際に手で触れ、体を動かし、ものづくりの基本技術を身につけます。また、製図、設計、工作、原動機等の基本理論を学習し、機械技術者としての力を身につけます。新居浜市の地場産業は、機械系が中心であり、求人数は多いです。生徒たちは、地元の機械系の企業はもちろん、 県外の大手企業にもたくさん就職しています。また、大学や各種専門学校にも指定校や AO を使って進学しています。過去には、愛媛大学にも合格しました。取得を目指す、資格検定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 ,格検定。ありがとうございます。